こんにちは、天野さん。いや、サムネイルむちゃくちゃいいですね。くっきりはっきりで。あとは、まあ、気にならなければいいんですけども、色使いをね、なんかこう天野さんが気に入った色にすればいいのかなと思いますよね。私は結構ね、今バックが青のチャートで、そしてそれにちょっとマスキングをかけて、で黄色地に赤の縁取りっていうパターンが気に入ってるんで、しばらく使ってますけども、まあ、天野さんにはね、天野さんのカラリングのセンスがあると思いますんで、そこはね、それぞれの味になりますんで、この色の組み合わせが悪いっていうのはないです、あとは視聴者さんが決めてくれます。どういう組み合わせにどんな人が集まるのか、どういう組み合わせにどういう人が集まらないのか、こういうのがね、発信していきながら確認していくところですね。というところでね、ちょっと気になって感化できないことがあるんですよ。天野さんのその動画なんですけども、チャンネル登録者数が30人なんですね。ここはね、もうそろそろ治療しないといけないところですね。というところでですね、今のペースで動画をやっていただいてもいいんですけども、意図的にチャンネル登録者数を増やすための動画シリーズを投げていかないといけないかなと思うんですよ。でそこで一番いいのが4種類ありますけども、その中の何かで選んでいただきたいんですけども、一つはね、お金に関すること、お金の悩みを解決すること、これを定期的に入れることによって、天野さんの動画っていうのはいろんなものがあるけども、このお金に関する悩みを解決するシリーズを聞き逃したくない、見逃したくないから登録するっていう流れを起こすんですね。これが一つ目。それから仕事に対する問題解決ですね。仕事で問題解決したい人は山ほどいるんですよ。ですので天野さんがいろんな動画の中に、ビジネス、仕事、職場、こういったものに関しての問題解決の動画をね、こう定期的に上げていくと、その動画を見逃したくないから登録するっていうのが起きてきます。で次なんですけども、健康ですね。健康に関して天野さんが定期的に出していくと、それを見逃したくないから登録が起きるってことがあります。同じ理由で恋愛っていうのも同じです。モテたいとかね、別れたいとかね、結婚したい、離婚したい、いろんなものがあります。不倫がバレたくないとか、同性愛だとかね、こういったものの天野さんなりの恋愛の得意分野一つに絞り込んだものを投げていくといいのかなと思います。以上4つの中からどれか1つを選んで、意図的にチャンネル登録者数を獲得するような動画っていうんですかね、コンテンツを作っていくことをしないと、このまま増えずにいっちゃいます。というのが、今たくさん出している動画っていうのはどれも登録するに値しないという結果がこの30なんですよ。この30ね。ですので、例えば宇宙人の秘密とかっていうのは割と受けたり、オカルトとかね、予言とか、こういうのって受けるんですよね。で天野さんの興味とかカラーになければやらないでください。無理してやるものではないです。天野さんが自発的に、興味があって、やりたくて、発信したくてってものの中で、意図的にチャンネル登録を起こさせるようなものが あるのが望ましいです。それが私が今言った4つですね。仕事、お金、恋愛、健康、この4つのうちのどれかでいくということです。これがなかったら、この4つのうち何かなかったら結構苦戦します。これがなぜなら、なんですかね、40代50代になってくると、本当にね、健康の問題解決したことがありますよとか、仕事の問題解決したことがありますよと、でお金の問題解決したことがあると、恋愛の問題解決したことがあるというふうに得意分野が絞られてくるんですよ。で絞られてない人が大半生まれてるんですよ。だからビジネスが存在するんですよね。問題解決がこの4つのテーマの中で結構できた人と、何一つできなかった人っていうのがこの9対1ぐらいでいるんですよね。で問題解決できた人に対して、問題解決できない人がこう群がってビジネスが成立しますんで、このバランスの中で、天野さんだったらこの4つのテーマの中でね、どれだったら自分の武器になるかってことを考えながら、一番いいのはその中のどれかを発信していくことですね。でもしネタがないよということになっても大丈夫なんですよ。まあでも急にね、もう最初からネタがないって決めつけないで、よくよく自分の人生の棚卸しをした方がいいと思うんですけども、もうどうしてもなかったらね、例えば私が発信しているものをそのまま丸パクリですよ。ファンクルとか解説すればいいと思いますしね。お金の問題解決だったら、仕事の問題解決だったら、私がね、そのマインドセットとかいうのをずっと出してますんで、そのマインドセットをずっとね、丸パクリして天野さんの解釈で話していくっていうのもありますしね。健康の問題、ミスター M さんがやってますよね。ああいうのを天野さんが自分の体でやっていって、30日で体重を4キロ落としましたみたいなシリーズとか、あとは筋肉をつけましたみたいなね、そんなんでもいいと思いますし、特別な機材がなくても筋トレができますよシリーズとかでもいいと思いますしね。まあなんかそういうような感じで、40代とか50代の方の
大半の人が気にしてるんだけども解決できなかった問題に対して解決策を提示して、一つのコンテンツを見たら一つの問題解決ができるっていうものを織り込んでいくとチャンネル登録は増えてきます。以上で今回のは終わりかなと。で、FX の相場解説は明日が楽しみですね。あの N の字を書くような私は気がします。うん、進み足にぶつかると、これ明日の解説で言いますけども、ちょっと前にね N のきっかけで進み足が出てるんですよ。進み足が出たからドーンと下がったんですけども、その進み足が大きな力点になってますんで、そこでどっちに出るか、跳ね返るのか、それとも上に行くのか、 N を書くのか、 V のまま行ってしまうのかっていうね。まあ言ってみればこれも N なんですけどね。こういう風な N で上に行くのか、ここから N なのか、ね、この2つの N のどちらが強いでしょうかっていう話になってますね。はい、今回は以上です。